どうも、お疲れ様です。5月29日月曜日朝6時の相場解説になります。えー、まだね、相場が空いてないんですけども、加えて、前回の動画で、もうすでに今週の展望の方は軽くお話したと思いますんで、今回はね、相場解説の方は、ちょっと、割愛させていただいて、こちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、えー、米、債務上限引き上げ、基本合意ということで、 まあアメリカがねデフォルトするんじゃないかなとかね国債の発行上限の限界に達してますよってこれ何年かに一度必ずあるんですけども結局アメリカがデフォルトするわけはないんですよね最終的にはなんだかんだ理由をつけてえ国債の発行上限を引き上げましたみたいなことになるわけですよまあだから言ってみれば茶番なわけですよね で、デフォルト回避へ31日採決ということなんで明後日にはあのデフォルトが回避されるんではなかろうかと思います一応記事の方ね目を通していくとバイデンアメリカ大統領と米連邦議会のマッカーシー下院議長は27日米政府債務の法定上限を引き上げることで基本合意したとあります結局デフォルトは起きないわけなんですよ起きるわけがないんですけどもね で市場で懸念されていたっってててて懸念も誰も誰しなななくって単なるこれ行事になってますからただそれでもファンダメンタル要素はあるわけなんでえっ、ー、と29日から始まる今日ですよね今日は当然月曜日というファンダメンタルが働くと思いますけども明日火曜日ね火曜日は何もないような気がしますけどもただ31日になるとどうかっていうとこれ ね、これが採決されますんで、またちょっと影響があるかもしんないよねと。加えて月末でしょで、6月1日は月初になって、6月2日は、まあ、金曜日ですからね、えー、また材料が起きるのかなっていうところでございます。というところで、先週21週目に比べて22週目っていうのは、まあ、これも波風があるようなないような、そんな状態でね、スタートするなっていうのは避けられないところですよね。じゃあ、これもちょっと閉じさせてもらって、じゃあ今度はね、経済指標カレンダーを見ていこうと思うんですけども、こちらです。 で29日月曜日でしょ今日はだから休場ということで何もないです今日は本当に素直に進むんじゃないですかだから月曜日のファンダメンタルも今日に限ってはないと思ってもいいんじゃないかなとで火曜日ですけども失業率の発表があったり有効求人倍率の発表がありますこれが8時30分ですよそれからしばらく何もなくって22時からアメリカの方でバシバシ起きてくるのがありますとそんなに強い影響はないのとポジション持たれてることはあんまりこの時間いないと思いますけどもね それから、あとこれがね、なんだ、水曜日ですね。水曜日は朝8時50分に各種発表があって、9時からの相場になると思います。それから14時、午後にはちょびっとこういったものがあります。でもあんまり影響ないと思いますよね。それから31日のことですけども、えっと、これ、カナダから始まって、アメリカの方でもちょっとあるかなってことです。ここはちょっと侮れないかなと。 21時過ぎたところからね。それから木曜日になりますと、こういうのがありますけども、6月1日ですよね。えー、そもそも、この時になると、さっきのデフォルトの影響がどうあるのかなってことを、これはね、ちょっと未知数なんですよね。わかりません,、うん。で、21時30分からは、続々とこういうのが始まりますんで、木曜日の夜っていうのはね、すごく気をつけないといけない時ではあるかと思います。まあ、当然こんなところでポジションを持ってる人はいないと思いますけどもね。それから金曜日ですけども、 夜になるとこれがありますね。えっ、ー、と、失業率の発表と、非農業部門、雇用者数変化とかね、平均時給とかあ,あります。これもすごい材料ですんで、6月2日の夜は荒れますよ。荒れるんじゃないですか。で、6月2日が終わったら、今度6月9日を一応チェックしてみようかと思いますけども、あ、載ってないかな。6月9日。えっ、ー、と、次のページですね。6月9日は、 あれ,あれがないですね米国雇用調整がねどこであるんだろう米国雇用調整ちょっと調べておきますはいじゃあ今回は以上でございますお疲れ様です